ほどから司会をやってくれましたのが新宿区議会議員現職の三雲孝正さんであります。そして、この女性、こちらの私の前にいる女性が田中幸恵さん新人でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。そして、私の右隣小川貞弘さんであります。小川さんも新人でございます。この他に2名ほど現職がおりますが、それぞれ今日は地元に散っておりまして、なんとか終わるまでにこちらに駆けつけると思います。どうもありがとうございました。演説何分やるの？何分？それでは私から一言演説をさせていただきます。ありがとう。まず今国会ではいよいよ参議院で予算が通るかどうかという山場でございますが、ただ今度の国会やっぱり調査がいい加減であると、データがいい加減であると、これやっぱり日本の姿を正しく日本の国民が評価をすることができないわけですよ。景気の問題だってそうだし、それから日本が置かれている国際的な地位の問題、一人当たりの GDP というのは今世界25位になっちゃった。昔は2位だとか4位だとかいう時はありましたけれども、経済大国アベノミクスで GDP はますます広がっているということでありますが、世界を回ってみると実は日本の経済大国というのは過去の話になって、元経済大国だという言われ方をしているわけであります。やっぱり今国会で議論しなければいけない、総理大臣がリーダーシップを取らなければいけないのは、この少子高齢化の時代にどうやって社会保障を充実をさせるかということではないですか。皆さん、憲法を変えるということは今日本が置かれている状況から考えれば優先順位はずっと低い、あるいは憲法を変えなくたってやらなきゃいけないことは山ほどあるんですよ。そのことをやらないでいるのが安倍総理大臣ですから、こうした総理大臣にはもう総理大臣の職をやめてもらわなければいけない。いよいよ言語も変わって新しい時代に入ります。新しい時代こそ立憲民主党が頑張って新しい時代を切り開いていかなければならないと思います。もうまだまだ話したことはたくさんありますが、ベンチがたくさんおりますので、どうぞこの新宿区民の方、この3人よろしくお願い申し上げまして、私のご挨拶、自分で名乗りませんでしたけど、自分は一番最後にするのが一番いいんです。海江田万里と申します。よろしくどうぞ。ありがとうございました。